皆さん、こんにちは。お久しぶりです。ガーシーこと、東谷義和です。この度は世間の皆様をお騒がせし、本当に申し訳なかったと思っています。そして何より、被害者の方、被害者家族の方々、関係者の方々に、ご迷惑をかけたことは、本当に反省しております。綾野剛さん、トライアストーンの皆さん、福谷君雄さん、川上信夫さん、本当に申し訳ございませんでした。心より反省をしております。今回、謝罪をするためにこの動画を今撮ってるわけではなく、僕が上げた動画によって、未だにそれが拡散され、切り抜きによって配信されている状況で、被害者や被害者の方々の家族、その関係者までが、未だに苦しみ続けているという現状に、僕はずっと、この動画を出したいということを、検事に取り調べの段階から伝えていました。そして、今回第3回公判中、被告人質問の中で、検事の方から、この動画を、してくださいと、いうことを言われました。遅くなりましたが、やっと自分の口で、今行われていることを、拡散を止めるための動画を、ここに配信することができました。被害者の皆様、家族の皆様、関係者の皆様、遅くなり申し訳ございません。皆さんもご存知かと思いますが、僕は6月4日の日に日本に帰国しました。そこで空港で、逮捕され、拘留され、今、自分の犯した罪に向き合い裁判を受けています。その中で、今回僕が配信した理由というのが、いわゆる僕がガーシーチャンネルをやった時、もしくはそれ以外のチャンネルも含め、その動画を、拡散している方々、いわゆる僕の支持者であったりだとか、そういうことを生業にしている方々とかも含め、たくさんの、僕の動画が、いろんな方々の手によって世の中に拡散されています。そしてそうすることが、僕が動画をやめてアカウントをバンされたとしても、その動画が、今日も、この今も配信されています。僕は今回、ドバイから日本に帰ってきて、自分の犯した罪に対して、真摯に向き合い、被害者家族の方々に本当に申し訳ないと思って今裁判を受けております。それによって、自分の受けた罪に対する償いはきちっとさせてもらおうと思っています。その一つとして僕が考えていたのが、僕の動画が拡散されることによって、未だ被害者や被害者の家族の方々が苦しみ続けています。お前がやったんやろと。お前がやったことやんけ。お前が始めたことやんけっておっしゃられるのもわかります。でもそう言うんであれば、元である配信をした僕の全ての責任だと思ってますので、僕のことをとやかくボロかす言うのはもう全然 OK です。好きなだけ言ってください。でも被害者や被害者家族の方々のことをこれ以上拡散し、世の中に広めたりだとか、このまま誹謗中傷を続けることはやめてください。よろしくお願いします。
僕はやはり、ドバイにきっかけの一つでもあった、YouTuber からの誹謗中傷によって、自分だけじゃなく自分の家族も窮地に追いやられました。一番そういうことをされて家族がフラフラになるってことを僕は一番自分が分かってたのに、結果今同じようなことが起こっています。この二次被害を、未だ続く誹謗中傷を僕は、被害者並びに被害者家族の方々、関係者の方々に向けられることがどうしても僕は我慢できないです。もともと僕は自分がやってたのでね、今見てる人らからしたら、お前、ようそんなこと言えたなと。もう言われるのも分かってるんですよ。でもそれでもあえて、特に俺の支持者の方々は、俺の言ってることを理解してくれてると思ってるので、もしまだ配信してるだとか、アーカイブ残してるだとかいう人がいるんであれば、今すぐ削除していただけたら、本当に嬉しいです。で、そういったいろんな方々の動画をね、拡散することを生業にしている、いわゆる切り抜きということを仕事にされている方もたくさんいると思っています。その方々が僕の動画を見つけ、切り抜きに回し、その収益を得ている、そういう仕事があるのも理解しています。でもやっぱりね、それによって苦しんでいるのは、被害者の家族の方々、関係者の方々も巻き込まれているってことを従順に理解してほしいです。もしあなた方が自分で何か被害者がいて、こういうことを世の中に拡散したいだとか、あるんであればぜひ、高橋弁護士でも、どの弁護士でもいいです。相談して、きちっと警察に相談してください。拡散することで解決はしないと僕も思っています。それが今現在の僕の考えです。自分がやってきたことを重く受け止めてるからこそその考えになれたんだなと自分で思っています。もちろん僕の支持者の方々は良かれと思ってやってる人もいると思います。でも僕は今裁判を罪を認め粛々と行っています。もし僕のことを支持している方々が、まだそういうことをされているんであれば、できれば静かに見守っていてください。そうすることが決して、僕にとってもプラスにならないし、何よりも被害者や被害者の家族の方々、関係者の方々を苦しみ続けます。ほんまにやめてくれ。俺はこの動画を出したことによって、まあ、ありとあらゆるところから、いろんな角度から、こいつ何言ってんねんだとか、ようわからん数字通りのコメンテーターとかからいろいろ絡んでくるのも分かってます。でもそんなどうでもいいんですよ。一番大事なのは、被害者と、被害者の家族、関係者の方々に誹謗中傷がいて、その方々が未だに苦しみ続けてるってことが、一番大問題なので。本当に拡散すること、今ね動画を配信している方や SNS を上げている人間がいるんであれば、今すぐやめていただきたい。本当によろしくお願いします。弱い人間を弱ってる時に叩くのって、やっぱり俺はほんまに卑怯なことをしてたなって思います。もしまだなりわいでそういうことをされている方がいるんであれば、誰もかかっていかないような巨悪に対してやってください。弱い方々に自分の牙を向けるのやめてください。俺にやったらなんぼしてくれてもええわ。被害者家族、関係者各位まで巻き込むような被害者に対する誹謗中傷は本当に金輪際やめていただきたい。僕が上げた動画だけじゃなく、
誰が上げた動画であろうが、誰が出した投稿であろうが、人の上げたね、刀拾って攻撃するような真似だけは、ほんまやめてください。あと、僕は今回、この保釈されてから、一部の人間としかお会いしてません。もちろん、保釈条件の中に、あってはいけない人たちもいます。そういった人たちが、あってもない中、いろんなことを配信したり、発信してる人もいっぱいいます。頼むからそんな言葉にも踊らさんれんといてくれ。僕のことは裁判が終わったら、僕の言葉でちゃんと謝罪含め、反省の意を込め、皆様にお伝えします。だから裁判が終わるまでは、皆さん静かに、どうか静かに見守っていってください。よろしくお願いします。そして重ね重ね、誹謗中傷、動画の拡散。僕のものだけじゃなく、他のものも含めやってる方々っていうのは、今すぐやめていただきたい。特に俺の支持者であるんであれば、理解してくれよ、俺の言ってること。そしてそれを生業としてる方々も、今一度自分がやってることを胸に手を当ててよく考えて、やるんであれば、自分で喧嘩しても勝てないような相手に喧嘩を売ってください。集団リンチになるような誹謗中傷だけはもうやめてください。誰もがそれに耐えうるわけじゃないんですよ。長々とお話をさせてもらいましたが、今回のこの配信は、最初に言った通り、裁判所の許可を取り、検事からの依頼があって、配信させていただいてます。もちろん僕はこの動画をやりたいということは取り調べ最中にも検事さんにお伝えしてました。一度は許可が出たんですが、まあその後やっぱりダメだということで、配信することを諦めていましたが、今回裁判の中で検事の方から配信をしてほしいと、被害者のためにもやってくれということで、今回この配信に至りました。言葉足らない部分もあるし、もちろんね、関西の人間なんで、言葉に怖さを感じられたりするかもしれないですが、今の僕の本当の純粋な気持ちは、被害者の方に対する反省と謝罪の気持ちでいっぱいです。それはもちろん、家族の方や関係者各位の方にも一緒です。だから、本当にやめてください。よろしくお願いします。